ちは、なほねーです。今日はこちら、先日ですね、親戚からいただいた夏みかんがまだまだ、8個ぐらいあったので、今日も、この間ね皮を剥いたのはやったんですけれども、今日はお料理です。なほねーのハイテンションクッキング。はい、今日はですね、布団パタパタの音がしてきた。今日はですね、この夏みかんを使って、先日マーマレードを作ったんですけれども、まあ、マーマレードばっかり作っても仕方がないので、何か違うものはできないかなと思いまして、そうだ、オレンジピールみたいなものをね作ったらどうかなと思ったんで、実はもうすでにできちゃいました。できちゃいました。こんな感じでオレンジピールができました。そしてね、大量にできたので、まあ余ったのとこの中身をママレードを作っちゃいました。またまたですね、前回よりちょっと色が濃いめ、ちょっと前回の持ってこようか。前回作ったのはこちらなんですけど、こちらはもう皮も身も一緒に煮た感じですね。で、今回はですね、オレンジピールの半量を使って皮の方はやって、で身は 身で先に煮て後で合わせたって感じですね。まあどちらも色合い的には美味しそうにはできてるんですけど、こっちの方がと若干柔らかい感じかな。こっちの方がちょっと皮がボリュームがある感じですね。どんな感じかというと、こういう、今日できたのはこういう感じに出来上がりました。まあ、ジャムにしてもいいし、ケーキとかの中に入れてもいいかなと。あとはね、お鍋にこびりついたこのねジャムの、まあ、こびりつきですね、これをさっきお湯を入れたので、ちょっと後でオレンジティーにしてみようかなと思います。それでは簡単な作り方は、スライド形式でお送りいたします。どうぞ。できたので皮を下茹でします。この部屋中いい匂いになってますよ。で、皮が浮いてきてしまうので、ちょっと蓋をした方がいいらしいですね。これじゃ軽いかな。一応蓋をしてみます。これで10分煮ます。10分経ちました。開けてみましょう。おお、いい色になってますね。はい、では、湯切りをして冷まします。3回に分けて、大体30分ぐらい煮ましたかね。もうこうプリプリになって水気もなくなってきたので、これで揚げたいと思います。オーブン100度で40分を、1回やって、で裏返しにしてさらに30分やりました。だいぶドライになってきたかと思うので、もうあとは自然乾燥させようと思います。本当はね、この段階でグラニュー糖を振った方が良かったんですよね。間違えて先に振ってしまいました。
そしてこちらはマーマレードの方ですね。だいぶ煮詰まったのでもう火を止めたいと思います。もうすでにね、さっき1瓶入れてしまったんで量は少なめに見えますが、多分3瓶分になると思います。はい、というわけで完成したのがこちらの3個と、あとはオレンジピールと、こちらのマーマレードですね。はい、結構ね半日がかり的になってしまいましたけれども、なかなか、美味しいジャムができたと思います。これはね、まあ、あと半日、あ、だいぶ硬くなってきた、結構こう硬い感じになってきましたね、さっきのオーブンから出した時よりも。これはまあ冷凍とかしてね、ちょこちょこ使ってみたいと思います。細かく刻んでケーキの中に入れたりするのもいいかなと思いますので、もしよかったら皆さんもお試しになってみてください。それでは今日はこの辺で、チャオチャオ。おでおかわり、タッチ、アクション、アゴー。